よし、ドラフトロビーペナント生成やっていきましょうか。まあ、留学生もいないし、今年は勝てる見込みが全くないんで、まだシーズンするまで行こうか。オフシーズンがやっぱ主役というか本番みたいなとこあるからね。まあ、うまいこと怪我しないようにピッチャーは交代ずつさせていこうかなっていう感じで思ってます。シーズン終了まで行きましたと 61.5 ゲーム差の最下位30、おでもめっちゃ勝ってる。13勝から32勝までもうちょっとで100敗回避、勝率は2割2分7厘と、ピッチャーは最低、打者も最低と、ホームラン40本、ホームラン40本。河村が良かったね。やっぱ方向化け 3.314 勝10敗、切れ丸球持ち、打たれとしたビーチから配分、球速は衰えてます。プロ入った時からコントロールも衰えてます。なぜなら怪我をしたからです。長嶋 3.994 勝12敗、強い。中継ぎで良かったのはね、安永2点台、球速衰えてんだけどね。と別府も良かったね。打たれ強さは良くないか、球速も衰えてます。この2人とあと岩村ぐらいかな。 3.70、 コントロールが衰えてます。打っては池が3割6本で、あとこいつなんでお前らのが打ってんだ。大も30盗塁してる。2割5分4本、2割5分4本と、2割2分12本、2割3分。水沢が思ったよりね打たなかったんだよな。パワーは C じゃなくて D でした。でもミートが一気に E から C まで上がってくれた。2割3分2にしか打ってないんだよね。しかも肩と守備、肩と走力も B でした。A じゃなかったです。完全に騙されました。ピッチャー陣はね、人は揃ってきたんで、そろそろじゃあ少数制ドラフトでもしていくのもありなのかなと。お、大門がベストナイン、クがベストナイン取った。大門池、栗原首位打者。契約後、おちょっと金は増えていってるけど、これ金やばくねえか。9000万しかねえってなると、うまいことやらないといけない。高いんだよな。4000万、4000万、5000万、3000万、3000万、1000万、1000万、420万、420万。ああ、意外と強くなりそう。2400万。いや、420万だな。いや、1420万でこう。420万、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 420万。420万。セカンドはいないんだっけな。420万の420万、420万、1000万、42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 0万、そして420万からの420万。あー、別府ランド抑えてたのか分かんないんだよな。安い家はまだ可能性あるか。1000万でこれで3億か。うちなんか野手の方がもらってんだよな。投手はあんまりもらえないと。野手は育てるのが大変なんだよね。だから FA とかされると困るんだよな。特にキャッチャーとかはね、FA されたら大変だよ。またキャッチャー A を育てないといけないから。いいね。あ、先発欲しいな。お、中継ぎはいいの多いんだけど、先発でいいのが欲しい。できたら野手、野手、あー横田、ああ東野か。これは26歳だけど肩強い。ここは野手いくでしょう。26歳ですが東野君 CCDAB ワンチャン内野手転向するのもありかもしれない。12345 6 もう絶対当たるわけないんだよこんなん。もういいよ、さっさと飛行機どうせ当たらないんだから。おお今一瞬当たったかと思った。当たらなかったと。岸の横田、最低でもパワーはシート。ああ強くないこいつ。2人目キャッチャーいないんだよな。野中も悪くない。でもまあこいつらの方が強いか。弾道4だし横田いくか。2年後にこうなるか。岸野だな。でもドラ1で一応がちょっとまた競合。もう外してくれ。なんなら。よし。よし、ラッキー。これが逆に当たるんだったらもう逆に外してほしかった。いやー、野中行きたかったな。そして、まさか野中ドラフト2位で取れると思ってたけど、俺が間違ってたか。ってなると外さない方が良かったな。外して野中取る予定だったんだけどね。こうなったら古橋か。キャッチャー2人目はもったいないな。高卒だし古橋が一番いいんじゃないの。2位で古橋取れねえかな。1位でピッチャー取ろう。誰もピッチャー取ってないし。こいつとこいつ塩原で2位で、そうか、うちが2位だから2位で古橋とろう。で、藤尾、カーボー化け。そしてもう一度俺のターン。高校ナンバーワン外野手。日本ハム方式で野手は高卒しか取らないみたいな、そういう縛りでいこうかな。日本ハムは大体野手高卒だからね。ピッチャーは大卒取るけど野手は高卒が多いです。おー悪くない。1億高えな。今いないのはセカンドか。塩原、古橋、藤尾、その他もろもろ取りましたと。塩原ドラフト1位、伸び B ですが短期です。古橋どうするかな。コンバートだな。古橋はコンバートします。こいつセカンドにコンバートする。思い切ってちょうどセカンドが足りないんだったらセカンドにコンバートしても守備があんまりうまくないからファーストにコンバートしたいんだよな。ファーストかぶってんだよな。まあちょっと考えますわ。藤尾ドラフト3位、タイピン C 玉持ちいいね。そしてカーブがいいと。ドラフト4位の熊沢、高校ナンバー外野手、バントと初球。綿井ドラフト5位、重い球。150キロ超えて重いっていいんじゃない。深田はカーブが売りのオーソドックスなフォームから143キロのストレート。球速は速くない。あ、山口だ。一応も取れんだ。こっち3000万しかないじゃん。あ、留学の金を忘れていた。留学の金を忘れていた。留学に行けない今年は。ガイヤガイヤガイヤ。サード、ショート、ファーストなんだよな。じゃあもうセカンドしかないよな。古橋にはセカンドやってもらおうと。正直だから1年間もう1年間2軍でセカンドの練習をしてから上がってきてもらわないと厳しいよね。フランスはメジャー行くらしい。森唯斗は行かしてもらえないと。浅村3割30分100打点。高梨、おおすごい強い。高梨めっちゃ強くない？なんで楽天は出したんだこれ、こいつを。西川春樹、走力が上がってる。チャンビー対左 B で意外と打たない。2割9分クリーン9本と。ああ強い。桑原、田口、栗。浅村 DNA、 西川が西武、ロッテは岩崎がロッテ、ソフトバンク田口。お、すげえ。4人とも人的だ。しかも小島と今井出されてる。今井ってドライじゃなかったっけ？機材も買えないし留学もできないってことでしょ。あ、マー君が巨人だ。ソフトバンクから巨人。いやー、コリア行けないのつらいな。しかも機材も買えないでしょ。キャンプ終わり、池が固め打ち、藤尾が V スライダーで、古橋はセカンドにコンバートしましたと。古橋はじゃあもう1年間2軍でセカンドの練習をしてもらいましょう。で、中原もちょっとセカンドやらそうかなと。もしいいセカンドが入ってきた場合は、中原セカンドやらせる必要なかったな。いいセカンドが入ってきた場合は、古橋はファーストに使うこともあるから、古橋はファーストも練習させとくか。で、大門がやっと外野がもう完全にできるようになりました。池がやることがなくなってきたな。弾道でも見ると。三浦もサードできます。一応外野にサードがいいのを来ても、大門外野に回せると。まあ、肩もあるし足もあるから、外野向きっちゃ外野向きなんだよな。どちらかといえば彼は。高速スライダーは変化球練習。スクリュー。深田と塩原は2軍で。長島、川村、芹田、中継ぎは日替わり中継ぎになっちゃうね、どうしても。打者の方が外野がこれ入るでしょ。外野がもう一人足りねえんだ。じゃあ DH か。あとは中原、大門、水沢、池、工藤、三浦、熊沢、へけ。で、古橋が帰ってきたら、古橋は1年間かかるよな、さすがにセカンドの練習するの。そんないきなりうまくなんねえよな。いい、だから逆に序盤使えるのか能力わかんないから。いや、もうでもいいや、2軍にしとこう。ややこしいし。本当は6月ぐらいまでは使えるけど、まあ。ディクソン、セシル、藤田、オコエが、黒川。いいじゃねえか、育ってるじゃねえか、ちゃんと。未来を担う選手たちが。楽天もカープは小園、野間、カーライル、鈴木誠也、クロン、高橋がサード転向してる。そして菊池がちゃんと下位打線になってる。2番菊池やめた方がいいんだよな。まあ今菊池めちゃくちゃ打ってるからあれだけど、2割5分しか打てない時も2番とかに置いてるもんな。1番出た、1番牧原、4番ギータ、1番牧原って、牧原はマジでバッティングさえさせなければめちゃくちゃいい選手なんだね。守備も足も速いし、守備もね、ショート含めて前方ポジション守れるんじゃないの、まあ、キャッチャー以外か。スクリュー覚えた。完全にバッティングがダメなんだよな。タボハゼなんだよな。何にでも食いついていっちゃうから。深田は1軍に使えますと。ピッチャー陣はそこそこやっぱ充実してきましたね。それでは今日ここで終わりましょう。バイバイ、さよなら。